まあ、次の事務戦に行きたいところなんだけれども、ここはとりあえずここか。じゃあこっちになってない。ここね、このハテナのところに行ってみよう。果たしてこれがポケモンゴールってもなんか、なんやろ。わあ、危ない。よし、行け行け、行け行け。倒せ倒せ、ニャホ倒せ。ニャホ倒せ。経験値全然増えんな。あれ？これ行けなくね？いけんやん。あれ？いけんやん、向こう側。向こう側いけんじゃん。向こう側いけねえ。どうしよう。これ倒してもあんまり意味ないな。ちょ、これどうやっていくんやろ。これはポケモンか。これも小さすぎるよ、ポケモンが。これちゃんと戦わんと経験値もらえんね。あっち側からいけるのか。これいけんな。いやー、これこれぐるー回らないかんやん。じゃあこれマジ？いや、ここに行くにはさ、これこう、こここう渡ってこうぐるーっと回ってここ行かないかんってことやん。結構遠いな、それは。マジか。じゃあどうしようか。ここまで行くんだったらまずここを目的地に設定しようよ。そうしよう。バイオレットだとバイオレットですよ。バイオレットだとバイオレットですよ。スイッチンまでっつって。いや、だって俺はもともと2ヶ月前からこの配信をするためにずーっとポケモンしよったんやけん。そう、この葉、そう、この葉って技があるんですよ。マークアウト。どこを下げるんやめてー。ああ、もうちょっと残るやんか。もう見つく。伝説ポケモン持っとるっていうか、多分みんな持ってると思う。みんな最初から持ってるよ、これは。やっぱ倒さないかんね。経験値もらうのに倒さないかんね。じゃああっち向いていくしかねえのか。当たるしかねえのか。経験値確かにたくさんもらえ、楽にたくさんもらえるのかなと思ったけど、それじゃあ全然経験値がもらえないことも分かっちゃったし。スペシャルアップどうしようかな。これ手も戦うことはできない。こいつ戦うことはできないけどね。このミライドンが戦うことはできないんだけれど、乗ることはできるって感じ。今誰が使えるんだろうな。やろうって。今乗ってるのから降りて歩くことはできるよ。できるよ。こうやって。さあ、結構遠い遠い旅路なんだけど、どうしようかな。ピカチュウがあまり弱いし、誰で行こう。水鉄砲、泥かけ、アクアジェット。ちょっと待って、ちょっとこいつ見てみたいわ。アナゴさん行ってみよう。いつか手に入るかもしれないね。うん、いつか手に入るかもよ。メリー寝とる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 。寝てなかった今。今寝てなかった、あいつ。メイクス俺落ちてる。コダック、コイキング、こいつトレーナーかな。そこの君、はい、何戦うんか。やっぱやっぱ戦うんやね。元気にご飯食べてますか。お腹すいた。ホックのミネコが勝負を仕掛けてきた。ミツハニー、アナゴさん行け。ウルオルグスンゴー。
さてアークオジェットを B2 アニに仕掛けていく。このアナゴさんがミツホニーをぶっ倒し進化をして完全体になるのだ。ムーシの天狗オート遠くこぶ下がってしまったビビリビビリ、おいアナゴさんビビリっておいどうなったんやな。アナゴさんのワークはジェットでミツホニーを倒していく。経験値ミニーブって何だ。ミニーブとは一体何、どんなポケモンだ。逃走中になる、逃走中、あやっべえ全部今一つじゃねえか。ちょテラスでそこ、よしミッション、制限時間10分以内にハンターの解放阻止しろ。見つかった。プル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 、電話の。あかん死ぬ、アナゴさん死ぬ、待って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 、アナゴさん死ぬ、アナゴさん死ぬ、あかん、ミニーブとかいうわけも、そのタイプがわからんのよタイプが。俺はアナゴさん死ぬ、待って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 、アナゴさん死ぬ、アナゴさん死ぬ、いやだやだ、海ディグタ死なないで、海ディグタ死なないで、やめてやめてやめて、お願いお願いお願い、やめてやめてやめて、攻撃あげないで、攻撃あげないで、待って待って待って、ここ特化あげないで、やめてやめてやめて、もうやめて、もうよし、これだ、よし命中率下げていけ、命中率下げていけ、甘いか、待って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 待てよ待てよ待てよ、ちょ頼む頼むけ、ちょっと穴子さんは絶対に、ちょ穴子さんを死なせるわけにはいかないから、ちょっと待って、スペシャルガードだったな、オッケースペシャルガードだった、よかったー、よしスペシャルガードだって、これでなんとか成長やめろ、もう成長やめて、待って吸い取るで死ぬけん、そんなことしよったらさ、待ってよもう、バジェット、まずい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 、死ぬな死ぬな死ぬな、成長どんだけ成長するお前、やめろってやめろって、ちょ死ぬけんやめろマジで、海ディグドの進化先俺見たいんだよ、頼むな、もう吸い取るやめな、成長どんだけ成長するねやめてマジで、もう本当に昨日昼に食べたカレーが食べたかった、辛かった、もう一回成長、もう一回成長しろ、もう一回成長、もう一回成長甘い感じ、成長甘い感じ、あーやめろやめろやめろ、うわー、ナゴさん、ついに退場者出てしまった。退場者出ちゃったか、さようならアナゴさん、ついに第一の退場者墓場へと、アナゴさん、テラスタイプ水なんだ、海ディグダってディグダではないんだよね、あれテラスタイプ出ないんだ、テラスタイプ、テラスタルせんとテラスタイプ出ないのかな、そう新ポケモン名前タイプがわからないというのは結構痛いよね、じゃあ新しい、ちょっと待って、もう一回ちょっとネギマも戻そう、
あ、間違えた。とりあえずこれでじゃあ新しいポケモンをまた使わなきゃいけなくなっちゃった。うわー、マジかよ。もう早速やれちゃったよ。あっちだよね。あっちじゃん。どうし、こっちか。こっち行けばいいのかな。行き止まりなんですけど、待って、どうしたらいいのこれ。どうしたらいいのこれ。登るとこある？あるね。よいしょ。くそー。これ冒険が進むにつれて野生ポケモンのなんだあれ。あ、あれはあれか。オリーブゴロゴロか。おっと、なんか いろいろいるぞ。ゴースタイプいるぞ。ゴースいるよ。ゴースじゃん。いる。よっしゃ、こいつをちょっとね、新しい仲間に入れようよ。ゴースは使うわ。モンスターボール浮いとんやってだから。モンスターボール浮いとくんやって。よーし。オッケー、ゴースって入れた。ゴースの名前決めましょう。さあ、皆さん、ゴースの名前を決めましょう。まあ、ゴースはゴーストまでは進化するじゃん。で、ゲンガーにするには多分交換でしょ。さあ、ゴースの名前を何にしましょうか。ゴースの名前何にする？煙。グレープ。ちょっと待って、そういえばさ、ニャオハ進化したじゃん。今さ、ニャオハが進化したけんさ、ニャオハの進化のもの、進化した、動画を今 TikTok にボンってあげたら、絶対さ、ニャオハ進化タイミングバコーンって再生数上がると思うよね。ブース、ウタム、ゴンザル、トモシビ、グレープ、煙。どうしよっかな。ちょっと名前を決めつつ、ちょっとね、編集しよう。名前決めつつ編集しようかな。マスオさん、なんでマスオさんなの？それおかしいでしょ。マスオさんはおかしいよ。マスオさんはおかしいからな。ナスビ、ブドウ、どうしようかな。ナスビ、ブドウ、グレープマン。あ、もうまた切れた。すぐ、接続マジで悪いな。接続悪すぎるやろ。ちょっと待って。よし。ガングロ卵。はい、8文字も入らんけどね。ミネタ。でもゴースって別にグレープなわけじゃないけどね。別にグレープなんか C 社。あ、C 社ね。煙だから C 社って。C 社いいじゃん。C 社にしよう。こいつは手持ちに、13件手持ち加えとくかな。ちょっとネギマ強すぎるけんね。ちょっとこいつを。レベルアップさせるということで、接続悪いんで、なんかほんとね、ネットの接続が悪いわけじゃないんだけど。何こいつら、これこいつ、なんだ、逃げちゃった。イワンコフ。イワンコやって。イワンコフ。ゴマゾウおるやん。ゴマゾウ、おい、負けんな。おい。地球グミ並べ替えとこ。ヌー8号負けんなし。お、戦っとった方がいいかな。マンティーとかボールね。勝った。一応勝ったけどさ。どうしよっか、誰にしよう。ニャオハ、ゴース、シーシャ、卵焼き、誰がいけるやろ。でも変に戦ってさ、負けることもあるしさ、結構。
変に戦って負けること結構あるからな。さっきみたいなね、いきなりねやられることもあるかもしれんしね。水鉄砲甘え手助けバブル光線、うーん、誰で行くべきか。はにゃーで行くか。はにゃーで、でもはにゃー強すぎるしな。こいつ強いじゃん。ヌー8号強くない？おい、ヌー8号、お前学校で見たこと、最近転入してきたやつ、お前スクールの生徒か。ユウヤややこまー、大丈夫か。地面タイプは入ってても大丈夫か。こいつ毒地面だもんね。ポイズンテール、ポイズンテールは強いね。ポイズンテール、あんま食らわんな、意外と食らわんな。ポイズンテール、毒になってもいいよ。いく、8号強かわいいね。オッケー、レベルアップ、飛び跳ねる、飛び跳ねて割と強いんじゃなかったっけ。威力85、強、飛び跳ねる強いな。弱、一匹しか持てないんかいお前。嵐を呼ぶ転入生、そう私は嵐を呼ぶ転入生だ。わい、とりあえずもうその辺のやつ戦っとこうか。あ、勝った、よし、勝った。回復回復、とりあえずこのバトルで死ぬことはないんやね。このバトルで死ぬことはなさそうだね。めっちゃおるやん、敵、敵だらけじゃん。いけ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 、メイクル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 、うれやうれやうれや、死ね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 、うれやうれや、いいよ、レベル15になった。すごいなこの世界観、本当にマジでこの世界観すごくない？光の柱、さあちょっと、あ、ボックスじゃない、毎回ボックス間違えるな。さあ戦おう、光の柱、光の柱見たことある、遠くからの見えるな。そうなの、ムーマとかおったよ、今ムーマとかいた。8号と7号合わせたいのはあるけど、学生の周りちゃんと一人一人顔ちゃんと決まってるね。影坊主、影坊主とか使うの、マジで今作すげえわ本当に。ポケモンのもう本当になんというか最新、最新ポケモンのなんか最先端、ヒールムーナー、おいナイトヘッド、危ない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 、なんで当たらんのよ、なんで当たんないんだよ。もう色チゲット違うよ、違うよこれ、これ違うよ、ウッパー違うよこれ。防御ガクッと下げないで、いやなおと防御ガクッと下げないで、まずいよ、ちょやばい、一撃死ぬ、そんなにやったら命中率さ、素早さ下げて、おお素早さ下げて、あと一発素早さ下げて、オッケー、よし勝った。どうせつなんでこんな多い、そりゃそうよ、そりゃどうせつこんな多いでしょ、新作のポケモンやってるんだからみんな見たいでしょ、そりゃみんな見たいよ新作なんだから。オッケー勝った、よし、オッケーオッケー、うん、輝いてる、腹減った、出前でも頼もうかな。
いけい。疲れて倒れて戻って倒れないで。あれこいつ確か炎タイプになるやつじゃなかったっけ。こいつ向かってこれない。アイテムスーパーボール。死ぬ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 、あと1しかねえじゃねえか。そう水鎮だから、そう水鎮だから。入れ替えた方がいいかな、やっぱり。はい、なんだ、ハニャーの方がいいかな。グーグーといけー、うらうらうら、いけ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 、しばけしばけしばけ、乱獲乱獲乱獲。結構ダメージ食らってんな、やっぱり。死にかけるな。でもやっぱりこれで死ぬことはなさそうだね。体力はまあまあ食らうけど。よいしょ。どうなんだろう、これで経験値稼ぐわけにはいかないみたいやな、やっぱり。光の柱だ、本当は光の柱だ。なんだあれ、なんかあるね。誰、あれテラスタルか、またあれ、またテラスタルか。ないこれ、ないこれ、ないこれ。結晶、あーなるほど、こういうこと。ほーん、飴玉じゃん完全に。あーこれちょっと待って。探してますって。そうです、あい、え、これ誰か来れるの。じゃあレイドから抜けて、まあ、いいや、これめんどくさいな。前回のあれでしょ、言ったら巨大マックスみたいな感じでしょ。であっちから行かなきゃいけないんでしょ、まためんどくさくて。これもうちょっと早く行きたいな。倒してもしょうがないから。お、風よ吹け。西一番エリア、風の道、ヒュールヒュールリーヒュールリーラララ。ジムバッジまだ1個よ。虫タイプ来ちゃった。でも14やけん大丈夫やろ。髪つく免疫、あれ免疫なの。虫の抵抗とかさざめきがするんだと思った。やめてー、髪つく封じ込められるのやめてー。よし、眠い、まあ眠いよ、もう3時半だもんね。レベルアップ、僕の風止めないでよー、うるせえ。これ草タイプとか多いけんさ、やっぱりこれどうなんだろうか。で草タイプ草タイプ草タイプ、虫もいなけりゃ飛行もいねえな。だったらボックス開いて、未使用じゃない、ネギマを入れて、この変なやつは倒していくと方がいいね。これ何、これ小さくて見えんのよ、なんなんこいつ、な、何こいつ、なんなんこいつ、小さすぎるんよ、なんなんこいつ。カプサイ、何カプサイシンって、カプサイシン、にゃお、にゃお歯が立ってる。そう、にゃお歯が立っちゃったのよ。にゃお、結局立っちゃったよ。あんなカプサイジって、カプサイシン、やっぱこれ倒した方がいいね、絶対絶対倒した方がいいじゃん。あれでなんかやってもさ、何これ、おたまろじゃねこいつ、おたまろかこいつ、確かに違う、
知らん、なんズピカって、なんこいつ、なんなんこいつはズピカって、知らん、いや、いや、意外と使え、嘘、待って、あかん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 、待って待って、くそ、マジ何タイプかわからんと本当に困る、待て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 、捕まるしかない、これは捕まるしかないよ、待て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 、電池ショックやめて、ちょっと待って、電池ショックやめて、あーかん、もうちょっと待て、死なせるわけにはいかん、ちょ、なんとかなんとか別技をして電池ショック以外のものをやってくれ、水鉄砲、あーダメだ、水鉄砲もダメ、水鉄砲も、電気水、電気水、お前なんだよ電気水って、オッケー、電気水って、何こいつ、新しいポケモンやめてよもう、ズピカ電気頭ポケモン、何こいつ、オタマロじゃねえの、体に蓄えて電力で浮遊する、誰の時はいつも高く浮き上がるのだ、電気水でしょ、で水もいれば電気もいる、いらねえか、こいつはいいや、こいつは未使用でいいよ、あ、いつの間にか朝になってる、ちょ、ズピカまずい、ズピカまずい、あいつは戦えない、ズピカとは戦えんわ、幕の下おるな、幕の下で麻痺直しある、違う、まあ、毎回バックからなんでや、麻痺、あ、あったあったあった、マクドした、もうほんと危ない、もう退場になるて、ほんとにつつく、よーし、ナイス、お腹すいたな、マクドしたな、あせピクニカ、こいつ別に戦うわけじゃないのか、坂道が待ってきつくてヘトヘト、この時は祝辞で体も、あ、なんかくれる、ネギ、輪切りん、輪切りりんご、バナースライス、ヨーグルト、ホイップリクリーム、なんか結構もらえた、な、リフレッシュしていく、あ、回復させてくれた、ありがてえ、なんだなんだ、回復させてくれるんだこの人、ありがてえ、いろいろ飛んどるな、なんなん、なにこいつ、なにこいつ、なんだこいつ、なにこいつ、ひらひな、多分草、花っぽいな、つぶらな瞳、なんなんこいつ、多分草でしょ、ちゃうんか、あ、ちゃうの、なんなんこいつ、な、わからん、もう鼻うつぶって、わからん、なんなんこいつは一体、いや効果抜群じゃないの、な、なんなんこいつ、何者、捕まえとこうかな、じゃあこいつは一体何者、ひらひな、よーし、レベルアップを叩きつける、尻尾振るいらね、こいつ何者、なになに、ひらひな、エスパー、どこがエスパーなん、なんなんエスパー、わからんねんマジで、ちょっとエスパーけん使うことにする、ひらひな、ちょっと名前募集しようか、ひらひな名前募集しよう、ちょっとその間にトイレ行っとくけん、トイレ行ってきます、
よし。名前たくさん来た。ピラフ、エビピラフ、エビピラフ、エビピラフ、チャーハンとか、おビラビラやめろ。おいがむさい、めんだこ、高菜、ピーナッツ、チャーハン。お腹すいたね。ほんとお腹すいた。うん、エビピラフにしよう。エビピラフにしようよ。ビーピーラーフと。こいつは何なんだ。進化すごくしそうだけど、手持ち入れてみようかな。こいつレベルなんぼ。誰と交換しとこうか。地球グミと一旦交換しようか。じゃあこれでマックスやね。これでとりあえず使用できるやつ8体ってことで決めよう。うん、それでいいでしょ。ズピカは使わない。こいつは未使用ラインや。これ二度と使わないやつだね。よし、これでこいつらだけ。こいつら8体ね。オッケー、よし行こう。この8体で行くということにしましょう。スピード。腹減った。出前頼もうかな。腹減った。マジで腹が減った。あいつはズピカだな。ズピカはまずいからな。ブイゼルだ。え、ね、卵焼きなんか電気技覚えてる？電気ショック覚えてるね。オッケー、行こう。おらー、よいしょー。戦える？すげえ、こんなとこで戦うの？こんな足場の悪いとこで戦うのかな？こんな足場の悪いとこで戦うの？電気ショック、レベル17もあるの？わお。電気ショック。あー、まあまあまあ、こっちの方が早いから大丈夫か。あっ、どえい。ちゃんと芝居とかんといかんもんね。OK、 レベル14。 V ゼルの引き、ラック。ちゃんと芝居とかんとね。てかそろそろね、ほんとね、のヌー8号ヌー7号をさ呼びたいけどさ、無理なんかな。無理なんかな。ヌー7号をこっちに持って、やめろやめろ、何回すんねん、やめろ。5回、ふざけんなし、もう死ぬ直前じゃねえかよ。危なぁ、危ないな。ちょ、めっちゃおるめっちゃおるめっちゃおる。ちょ、あらがががだけ、毎回なんで俺ボックス開いちゃうんだろう。ちょっとどっかなんか回復するところとかあったら嬉しいんだけどなー。へーって、その前にあそこにあるじゃないか。戦う前にちゃんと回復しよう。危ないことが多いね。野生のポケモンでも結構侮れんのやけど。なんだこれ、ノラじゃん。ノラポケモンセンターがあるじゃん、このところに。ノラポケモンセンターあるよ。あかん、腹減った。ちょっと出前頼みたい、マジで。ちょびっと休憩するってのもありだな。全然正直ね、まだまだ進めたいとこではある。あー、なんかおるで。バッタ、おい、バッタ気づかんのよ、バッタ。豆バッタ、なんで気づかんのよ、もう。ちょ、せっかくやけん TikTok に動画バカスコに上げたいってのもあるし、ね、よし。
恨み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 黒い目舌で舐めるまでに黒い目舌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 お腹すいた。めちゃめちゃお腹すいた。休憩するのもありなんだけどね。経験雨おお。いいのもらった。ちょっとこれ使えるやん絶対。そろそろあちゃちゃちゃ、え？どこや？こう。よいしょ、よいしょ。OK。ここでピカチュウが少しは疲れるなとでしょ。で、こいつと戦う。ヘイヘイヒートラックです。ライトポケモンのスクリュー。バックパッカーのユータ乗せてくれい。だってこいつやばいね、毛深いな。卵たけってちょっと大丈夫。草タイプだよこいつ。草タイプだよね。あー今一つ。それで急所なの？嘘でしょ。それで急所はまずいよ。それで急所はまずいって。ちょっと待って、あかん。電磁波は電磁波なんだっけ。電磁波毎日状態するだけよな。待って、嘘やろ。ピンチだな。まずいな。あ、テラスタル、あ、そう、テラスタル忘れた。テラスタルある。テラスタルはなんか強くなるよ。まあ、巨大マックスみたいなもんよ、言うたしまえば。巨大マックスみたいなもんよ。テラスタルでっかい電球生えた。ピカチュウにでっかい電球が生えました。これでちょっとは電気技が強くなるでしょう。うん、少しは効いたわ。うー、怖い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 、やめて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 、怖い。死ぬからやめて。もうして戦闘の時にこうやってね、あのこうやって変えることもできるようにして。後ろなんかおる、なんかおる、感染者がおったわ。なんかヤジウマおるわ後ろに。なんかヤジウマが見とったんやけど、あのマンキーが。そう、変えられないっていうのがほんとね結構きちい。電気ショック、卵たけ一匹にどんだけ苦労しとんねん。お腹空いたし眠い。オッケー、しびれて動けない。うわ、卵たけじゃん、たまげたけか、たまげたけか、卵たけじゃん、たまげたけか。よーし、レベル16、地ならし。素晴らしいじゃん、いいの覚えるね。よし、オッケー。調子乗ってすいません、調子乗ってすいません。オッケー、よし。腹減ったー、腹減ったー、俺も腹減ったー。どうしよう、あとどれくらいする。もうすぐ4時間やけど、もうすぐ4時間なんだけどさ、どうしよっか。一応回復アイテム買っとかんとな。動画の編集もしなきゃいけないのもあるし、 TikTok に動画あげるのもあるし、フレンドリーショップで買えて、いい気づき。あ、1万、あ、結構あるね、お金。よかったよかった。で、モンスターボールとスーパーボールも一応、どこぐらいでいいかな。これでいいか。で、ピッピ人形とかある。あ、マジ？ピッ、あ、ダメか。ピッピ人形ダメだわ。
ピッピー人形を使って逃げるのも関係ないわ。ダメだわ。どこまで行きゃいいのこれ。本当に大冒険だな。エリアが広くて困るわ。え、なんで、なんで、あ、これ卵焼き死んだ。うわー待って、やっべー、この最悪。うー、なんでこう、どう、なんで戦ったの、全然当たってなかったじゃん。うっせー、待って、うわ終わった、完全終わった。はい、入れ替えます。はい、卵焼き死刑です。お疲れ様です。卵焼き死刑です。水いねえな。俺水タイプ持ってなかったっけ。水タイプ持ってなかったっけ俺。まあいいや。はい、入れ替えまーす。無理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 。あ、無理です無理です。あ、無理です。あ、無理です。あ、もう、あの、こう、あの、攻撃を仕掛ける手段がないんで。はい、入れ替えまーす。はい、ピカチュウ死刑。お疲れ様です。はい、ピカチュウ死刑です。フォローガール大丈夫。はい、というわけで、皆さん、ピカチュウはここで死刑となります。そう、電気しかなかった。もうそれだから、ちょっと攻撃する手段がなかったということで。お疲れ様です、卵焼きさん。いやー、炎の体素晴らしい、ネギマツよ。ああ寝る寝るのか、そっか。まあ YouTube に全部あげるからね、そこのとこ見逃し配信よろしくね。うわ、もうゴマゾー許せねえ。というわけで皆さん、卵焼きが死刑となります。はい、死刑。じゃあはにゃ、地球グミ戻ってこーい。うわー、卵焼き死んだー。トレーナーとかおるな。もう正直進みたいんだけど進めねえなー。進みたいのに全然進めない。勝ったら何？倒さんといかんもんね。私が勝ったら CD を買ってもらいます。最悪だな。結構最悪なことあってくるんだな。ミュージシャンの稽古。あ、女だった、女やった、男かと思った。ちょっとマジでお腹すいた。もうどうしようかな。やめるタイミングが見つからない。やめるタイミングが見つからないんだよね。世界の下見えちゃったね一瞬。デデデデン、サブスク世代なの。そうだぜ、サブスク世代やで。もう時代はサブスクやから、残念ながら。そう、育てなきゃいけないからな。腹減った。なんだこいつ、なんかまた変なやつがおる。何こいつ、石ころじゃん完全に。いや、目もない。ほじよ、なんだこいつ、からねえ。あ、やべ、今一つや。大丈夫。あ、待って。あっぶった、あっあっあっ、あっ
モンビポケモン何何何何どれの話やめろ。地面技、あ、地面技関係ねえ、地面技関係ねえ、岩技があかんよ。もう待ってや、ちょっと待って、これあかんな、捕まえとく。これはもうまずい時はもう捕まえるしかねえ。どうせこいつは未使用に入れるだけだから。ボックスの、あ、結構なんか新しいポケモンとかもいるもんね。配信が面白いからやめられない、ありがとう。全然経験値もらってねえな。なんかこうやったらなんか普通にさ、歩くと地面で体が削れ、塩を残す。はあ、こういった使わねえからな。ピカチュウ死んだからな。ちょっとピカチュウの代わりを見つけなきゃいけないね。ロトロトロト、なんだ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 、このタイミングで要素1、この岩のどっかに大空の対空主がいる。岩当たると勢いでぶっ飛ばされちまうけど、あいつになるとすれば踏ん張れるぜ。おお、主がいると、主がいるそうで。どこよ、ここか。で今どこ、俺今どこ、ん、俺今どこなんだこれ。ここか、ここでここか。ただあっちか、あっちね。こいつ戦ったね。どっちよっこな、どっちよっこな、どど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 、お、ほい、いけいけいけ。もうほら、こいつら普通に戦ってしばいた方が経験値もらえるやん。これ戦う、あーあー、やっちまった。そう、めちゃくちゃ広いんよ、めちゃくちゃさ、世界が広いんよね。さすがオープンワールド。刺激、マジでオープンワールド広いんよ。165もらえるんか、じゃあ結構もらえるね。でも多分こうサクッと、絶対こっちが早いよ。あー、向かってきやがったこいつ。あー、向かってき、あ、間違えた、ハッタキテじゃない、ポケモンじゃない、ポケモンですよ。これもまだポケモンですよ。炎の体便利やね。でこれで続くで一撃と。オッケー。あれ、なんか低くね。うん、相手レベル16やろ。てかもうほんのにそろそろさ、ヌー7号をさ合流させたいけどさ、無理じゃね。ヌー7号を合流させる無理じゃね。なんか、うー、邪魔、危ねえ。引くとこやらった、危ねえ。ポケモンがね、めちゃくちゃ小さいけど全然わからんねん。いけー、あっちよね。岩山登るにはこっちからか。いけー、やれー。なんかおるな、ここにも。なんかよくわからんけどおるな。あれもバッタか。食え、餌や、バッタ。おい、鳥にとっての餌があるぞ、餌餌。ゴマゾウはや、ゴマゾウなの。よし、行け、餌餌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 、貴重な骨。こっちで合ってる、あれ通り過ぎとる、違うか、あ、ここか。うわ、あ、あっちか、あれか、あそこの洞窟か。
みんなこれどこに行ってるんだろうね。なんか書いてある。ベイクタウンは歩いてはいけません。あ、そうなの。万能だな。なんかおる。電気タイプっぽいやつがおる。いかにもザ電気タイプってやつがおるやん。こいつなんだ。なんか見たことあるぞこいつ。待って、でも電気タイプ、どうせ電気タイプやろ。あー待って、38、ふざけんなよバカ野郎。ちょっと待って、38じゃないよ、38はない。ちょっと待って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 、えぐい、いきなりなんかえぐいの来た。待って、何それ、話が変わっとる。ちょっと待って、これ全滅の恐れあるぞ。待って、やばい。ピッピ人形あった方がよかった。ピッピ人形あったらよかった。毒、オッケー。またちょっと。うわー、効果抜群でこれか。ディフェンダー、スペシャルアップか。スペシャルアップか、あるのが。防御もかけなそうだな。いや、防御もあげとこう。多分電気技しても食らわないし、電気技とか毒毒食らわないってことでしょ。やばい、ヌーハチゴが死んでしまう。何が来る。え、なんで食らうん、地面入ってないのかこいつ。あ、逃げれた、よかった。せやろ、死んでもった。ヌー8号死んだ。ヌー8号死んでしもた。マジか。やってもなーって、こんなんないやろ、ありえんやろ。あいつちょっと待って、いきなりレベル38とか出るとかおかしくね。ふざけんなし。見えんわ、バッタリ見えんわ。ありえん、ほんまありえん。もやばい、バッタに死ぬ。バッタに殺されたらあかんぞ。ちょっと待って、バッタに殺されたらあかんぞ。スパモル、スパモルを持つ。進化は見たかったけど、まあどっかに進化はおるだろうけれど、いやマジでない。もう38なんかそう簡単に捕まえられもないしな。マジでない。もう、この先やばい。うわー、聞いとったらよかった、この人のセリフ。この先やばいよって聞いとったらよかった。もういや、ぶっちゃけ聞いとってもいったと思うけどね。正直聞いとっても言っとったと思うけど、ヌーアチゴ死ぬのはマジで痛い。ちょっとどうしよう。うわーきつー、どうしようマジで。誰、何あんた、落ちたらどうしよう、落ちたらどうなるの。あ、お前戦うんかい。え、勝負いいよ。いや、よくない。全然戦う感じしなかったな、ね、研究員の王子を。いやー、進化見たかったけどさ、俺もさ、あ、メタモン。メタモンなのね。地ならし、どうせ変身でしょ。どうせ変身しかないのは分かってる。
これで今一つになっちゃうでしょ。あー、別の配信か自分で配信か。いやー、もうやらかしたー。なんで比較さなくなるのよ。やめろー、まあ、待って、これ倒せる倒せる倒せる。なんで向こうの方が早いの。あ、なんで当たんないのさ。4時になるで寝る。あー、もうつらい、つらいよ。確かにね、ちょっとね、ここでヌー8号を失うと思わなかった。でもまあぶっちゃけね、同じポケモンはダメっていうのはあるけど、当たって、ちょっと待って、当たって、やばい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 、命中率が命中率が、あー、あと一発。オッケー、ちょっと厳しくなってきたな。344ももらえるのね。画面酔いがひどく、あと眠い、確かにね。よし、じゃあ今日そろそろ終わるか。そしてここから落ちてみよう。じゃーんぷ、大丈夫なんかい。じゃーんぷ、海ディグダいるんじゃない。なんだこいつ、え、こいつムックルじゃねえぞ。ムックルかと思ったらこいつムックルじゃねえ。なんだこいつ、なんかよくわからんのかい。ダメだ、こいつじゃダメだ。なんだこいつ、こいつなんだ、なんだこいつ、カイデン、なにこいつ。変なやついる、なんか変なやついるんだけど。なんでー、なんでなんで、お前電気タイプだよね、ふざけんじゃねえよ。じゃあ捕まえるわ。マジかよ。ちょっとこれはじゃあ、仲間に入れよう。そして名前を決めよう。電気タイプだってピカチュウ死んだもんね。ピカチュウが死んだからこいつ新しく名前を入れよう。電気飛行ってマジかよ。カイデンやって電気飛行か。どうする、どうする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 。サンダー、いやサンダーって、サンダーって、どうしよっかな。新しいやつの名前、カイデン、カイデン、カイデン、砂肝、砂肝、砂肝か、悪くないな、砂肝も。飛行機。いや、砂肝悪くないな、目覚めた、目覚めた、めちゃめちゃったんかい。砂肝行く？砂肝でもいいよ。ぼんじり、砂肝。何にしようかな、何にしようかな、何にしようかな。砂肝でいいか。砂肝。海岸の崖に巣を作る、巣はパチパチ弾ける不思議な食感で人気のチーム。あっさあ、これす、これ海伝の話じゃないのか。あー、どうしよう、まあいいわこのままで。よーし、新しい、これで、ね、まあ、仲間とカイデン、これ使う電気タイプなかったもんね。あー、もう8号がおらんかったんがマジできつい。14か、14なんてちょっと言うとこう。
もうどこに行けば強いポケモンがあるかわからんもんな。その辺きついわマジで。ネギマちょっと休んで。どこにどれぐらいのポケモンがおるとかさ全然わからんさ。ちょっとひどくないそういうの。砂島と1やったんかい。こいつなんだ。あー、まだ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 、カニ、おいカニ、なんなんこいつ。ヤドカニか、カニか、マケンカニ、なんか見たことあるな。ハニャ立ち上がっちゃったよ。やめろよやめろよ、そういうの噛みつくのが食らうのか。ダメか。なんかいろいろ飛んでんな。いろいろ飛んどるな。まずどの方向で行けばいいのか全然わからんけれど。よし、レベル19。ちょっと海ディグダーの進化系いないの。海ディグダーの進化系いないの。あ、シェルダーいるじゃん。でもこれ無理かー、無理かー。あーにゃ眠いじゃなくて。あ、そういえばさ、これ行ったことあるとこってさ、ワープできるとかって書いてなかったっけ、気のせい。あ、でももうここまで行きたいしな。ベイクタウンで行きたいしな。空を飛ぶで行けるんだやっぱり。でもここは空を飛ぶ行けないと。あ、ここも空を飛ぶで行けたんだ。へえ。一回落ちちゃったから。でももうすぐか、もうすぐここ登ったらもうすぐ行けるんか。じゃあそこまで行って終わろう。あ、海ディグダおる。海ディグダおった。でももう二度と使えない、残念ながら。海ディグダはもう残念ながら二度と使えないからな。あー眠ってた。あーにゃ眠い。なんだ、わざとかと思った。なん、あー、あれか、これ何これ。ベイクタウン遠回りの道って書いてる。ベイクタウン遠回りの道、遠回りの道なんすか。目的地設定しよう。ここ目的地設定してあっちか。じゃあこっち遠回りなんか。じゃあこっちからとかいいんじゃないの。落ちても大丈夫っていうところがちょっと変わってるね。マジで広い。ゴールダックとかおるけど、これもういけないよね。いけないよ、絶対いけんよね。あは、走ってきた。ゴールダック走ってきやがった、あいつ。え、大丈夫、これ大丈夫。怖いよここも、怖いで。あれ、怖い怖い怖い。絶対ないのか、ないのか、ないのか。絶対強い、絶対強い、ここ絶対強い。ここ分からんけど絶対強いやろ。あれ、こっから行けるんちゃうの。やっぱり登らなきゃいけないのかな。何あれ、なんだあれ、なんか飛んどるけど。いや今のやつは絶対マジで強い。絶対ってダグドリオとか普通に おるのおかしいもん。絶対あいつらさっき言った38レベルとかも。ベイクタウン行ってるの、ま、合ってるのかな。怖いわ。あー危ない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 。落ちた。貴重な方ね。これ落ちるじゃん、これマジで落ちるじゃん。てか俺落ちたのにマジで意味なかったな。この辺戦って大丈夫、大丈夫よね。いい景色をバックにあんたに勝つことを自撮り、自撮りしよう。あー、こいつも学生かよ。何そいつ、ミガルーザ、何そいつも。わけわからん、使わんといてほしい、型破り。終わった。
終わった終わった終わった完全に終わった終わり申した終わり申した終わったもう全滅です、完全に全滅です、終わったもう無理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 終わった終わった無理無理無理死んだ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 全滅全滅、そんな全滅に決まってらないかこんなもん、こんなん全おーっと半分なんか全滅決まっとるやんこんなもん無理やって、うーわ終わった完全に終わった完全に終わった無理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 終わった終わったもうなんやねん、ふざけんなよ身を削る、もうやめろ、もう終わったもう完全に終わった、なんで突然そんなレベルの高が出てくるの、ありえんやろ、なんでなんよ、オッケー死だー死だー、勝った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 おぉめっちゃレベル上がる、スパークもだ、アイアロアルド、やった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 スドウスドウ言う、あぁチンコセッカーチンコセッカー、はい待ってテクショップ、どうしよう、テクショップいらねえか、ハニャー死んでしもた、ハニャーが死んだ、もう最強光線、最強光線も覚える、最強光線も覚える、またハニャー死んだ、マジかよ、ハニャーがまさか死ぬとは思わんかったな、つまだおるんかい、まだおるんかい、ふざけんじゃねえよ、まだおるんかい、待って待って、無理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 、つんべや無理、催眠術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 、ハニャーもう二度と使えません、もうハニャーは使えません、一生使えません、もう終わった、なんやねん、もうまだおるんかい、もうなんぼレベル、レベルなんぼよ、38、ふざけんなマジで、うーん麻痺状態、麻痺状態にすればいい、麻痺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 、雪景色、なに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 、オッケー大丈夫、雪が降るだけ、雪が降るだけ、よし麻痺で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 、とりあえず麻痺で、麻痺ったらこっちがとりあえず先になる、先になる、だったらなんとかなる、なるとかなるかもしれない、しっぺ返し、なんでなんで眠るん、なんでそこで眠るん、バカじゃないの、バカじゃないの、なんで眠るねん、ボケ、もうなんだよ、ふざけんじゃねえ、もうなんだよな、勝てるわけねえだろ、あーもう全然食らわんちくしょうばい、うーん、もう終わった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 、もう無理無理無理、全滅やって、こんなん全滅に決まっとるやん、勝てるわけないやんか、もう勝てるわけないだろうか、もう無理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 、もうはやの、もう主人公は誰だ、主人公は一体誰だよ、やめろ攻撃するな、やめろ雪景色、あーバカバカだこいつ、バカだった、よかったバカだった、よかった、眠るがあるんだろこいつ、眠るがあるってことは地獄じゃね、終わったやん、無理やん、眠るがあるとか無理だろ、はぁ、あ、ふざけんじゃねえよ、待ってよ、ふざけんじゃねえよ、ふざけんじゃねえよ、下で眠っちゃダメで、あれー、なんでこいつずっと雪景色しかせるんやん、どういうこと、どういうことこいつ、何がしたいんだこいつは、一体こいつ何がしたいんだ、こいつ何がしたいんだ、あれあれこいつ勝てる、もしかして勝てる、もしかして勝てるのか、あれあれもしかして勝てるのか、あれあ意外と勝てる、あれこいつバカ、あいつこいつバカなんじゃないか、もしかして、あれ
あれこいつバカだ、もしかしてバカだ、まさかこいつノーマル技しか持ってないんじゃないか。あれでもダメだ、しっぺ返ししかねえ。待って待って、こいつもしかしてノーマル技しか持ってないんじゃねえのか。だから雪化粧で眠るしかしないんじゃないのか。なんかそんな気がしてきたぞ。でももうない、しっぺ返しがない、しっぺ返しがない。どうしよう。あ、ピピエドある、ピピカバーもある。あ、よかった、よし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 。あらー、あやまー、おや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 、あー、もうやめて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 、ちょっと待って、これは無理これは無理これは無理、あーもう待って、これは無理だー、これは地味品すぎるぞ。あかん、勝てん勝てん勝てん、もうダメだ、勝てねえ、これじゃあ勝てねえ。だが待て、相手が自分から眠るからいけねえんだよ。イバル、あれイバル、あれ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 、ちょっと待て、あ、ちょっと混乱している、素晴らしい。で出ない出ない出ない、催眠術使えばいいんだよ。なあ、お前眠るな、ボケ、眠んなよ、もうお前から眠るんじゃねえよ、お前から眠るからダメなんだよ。あ、もうくそ、なんとか勝てないか。え、でも待って、こいつ眠ると威張ると雪景色だってことは分かったじゃん。じゃああと一個何なんだよ。結局走行なんじゃないか、威張る、雪景色で眠るでしょ。あ、何なんだよ、これ。ボーこの野郎、ふざけんなよ、もうなんでこんなやつがおるね、もう企画が倒れるだろうが、もう企画が倒れるんだよ、やめろよ、もう本当にマジで。あとしっぺ返しはあと2回、眠れ、もうやめろやめろやめろ、本当にもうふざけんじゃねえ。でも切るよね、起きて、眠るな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 、ね、もう何この時間、この時間はなんだ。ふざけんなよ、もうちょっと待ってスペシャルアップねえのか、スペシャルアップはねえのかよ、持ってない、持ってる、特攻持ってる、スペシャルアップあった、いける、勝てるぞ。ハニャの犠牲はあったかもしれないが、違う、なんでこんな強いやつがその辺におるの、バカじゃないの、なんでこんな強いやつがその辺におるんよ、意味がわからん。で、相手は意外と攻撃技持ってないのがよくわかった。オッケー、こいつ攻撃技持ってねえぞ。で、でだ、なんだっけ、何するんだっけ、あ、そうか、ピピエイド、よし、で、これで勝てるんじゃないか、
これで勝てるんじゃないか。レベル38に勝てるんじゃないか。いけるぞ。相手イバルしか使ってこなくなってきた。勝てるんじゃないか。どうどうどう。おおバー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 。もう自分でそんなに食らうんじゃねえよバカ野郎。なんていう泥仕合だ。事務生みたいなテンションになってるけどね。ちょっと待って、意外と勝てる、意外と勝てる、勝てる勝てる勝てる、大丈夫大丈夫、勝てる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 ぞ勝てるぞ勝てるぞ。攻撃はもう上がらない。勝てる勝てる、大丈夫勝てるぞ勝てるぞ、大丈夫、攻撃しろ。どれだけ、あんなばっか、もうなんで、なんて泥試合だ。なんでこんなレベル高いんだ。おー知らない、もう変なマップ来たらさ、わけがわからん。もうだってさ、別のマップに来たらなんかわけ、なんかもうほんとマップが違えばなんかわけのわからん強いところに来ちゃったんです。あー知って返しどう。あ、それでもこれだけな。難しい。今ちょっとは食らうなってる、ちょっとは食らうなってる。それ眠らなきゃいいんでしょ。眠るかもしんねえから、ここも催眠術使っとこうよ。威張って。催眠術。ああ、もう催眠術何本当たるのこれ。命中60か。とりあえず眠らせろ。とりあえず眠らせろ。おいだ。眠ろ。眠れ、眠れ、眠れ。お願い。催眠術当たるやろ。よし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 、勝てる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 ぞ勝てるぞ。勝てる勝てる勝てる、大丈夫、勝てる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 。眠っちまえばこっちのもんよ。もうあとはよしよしよし、ペガシ眠っちまえばこっちのもん。積んで、あ、もう許せない、なんなんだよこれ、強いんだよ。くそ、こんなところに来るんじゃなかった。ああ、そうした、寝るなよ寝るなよ寝るなよ、 OK。 まだ混乱か。最新作です。ちょっとよし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 、失敗し、あと一発か、あと1、2発か。でも催眠術、その前に眠らせ、オーケー、威張る。眠ってきやがったらマジで関係ないからな。こんなとこでオッケー、当たれ、催眠術。あー、もうよし、寝ない、寝ない、寝るな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 、絶対寝るな、もう。あー、もうな、何やってんの、もう。な、接続。あー。よいしょ。いける、勝てる、勝てる、勝ち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 、あとは勝つ、あとは勝つ、あとは勝つだ。パープル、パープル、これはバイオルト、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 勝てる、勝てる、勝てる、いけ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 る。倒せ、お願い、よーし。倒したー。うわー、全滅するかと思った。うーわ、もう経験値爆上がりじゃねえか、もう。あー、別にこれいらないか、いらねえよ。あー、勝ったー。ハニャーが死んでしまったけどね。これさ、この先行く意味あんのこれ。これ次の事務戦さ、ここ行ったとするじゃん、違くない？これ絶対絶対強いでしょ。ジムリーダーの中でも上位の強さ。あ、じゃあ違えや、絶対違う。
俺は間違ってる、絶対違う、ここじゃねえ、行くべきはここじゃねえわ、こっちだったんだ多分。ちょ戻ろう、ゴサンケが死んだー、ゴサンケが死んだー、ゴサンケ死んだ、ちょっと待って、ゴサンケが死んだー、くせやろ。じゃあこの物語の主人公は一体誰なんだよ、この物語の主人公は一体誰なんだよ。主人公誰？もうだってよ、アナゴさんのハチゴ卵焼きハニャで、ハニャがハニャ死んだらもう誰だ、もう主人公がいない、俺か、眠かったけど戻ってきた、もう本当にもう地獄を見た。ゲンガーは別にまあ誰かと通信交換してたらいいと思うけどさ、せやろ、今のだって全滅せんかったのが正直奇跡やからな。うわ地獄見た、地獄を見たぜ、どうしたらいいじゃあ。主人公誰よ、ネギマ、ネギマか、今んとこ一番長いの誰、ソーセージ、ネギマ、ネギマか、ややこまはすっげえ昔に手に入れたもんね、そっか、あややこまは2匹目かだって、そっかそっか、うん、あ虫ジムはもうあの倒した、虫ジムは倒しました、で2人目のジムリーダー行こうと思ったらめちゃくちゃ強かったっていう、マジで地獄を見た。うーん、だからもう多分これはこっちなんだろうな、これ何、これ違うな、ここはなんだっけ、虫バッジ、でもここに行くべきなんだろうな、うん、あーもうハニャが死んだ、もうありえん、もうありえん、ほんとにありえん、もう優勢ほんともないわー、皆さん主人公を決めなきゃいけないな。誰？なな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 、醍醐味の一つが確かに来た、目的地に到着した、痛い、え何、他の配信見たらウッパーの進化見てきちゃった、マジか、見ちゃったか、なーにこいつ、なんなのさ、あ、無理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 、いけるのこれ、セラサラしとこう、いけるのかこいつ、はじめ社長使ってた、マニー、みんなやっぱやってるんだよね、やっぱやってんだよね、落としどり、大空の虫落としどり、死ぬる、死ぬるて、死ぬるて、無理やって完全て、死ぬるて、無理やって勝てんって、無理やって死ぬって勝てる、勝てんって、無理やって、もう無理だよ、ちょっと待って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 、頼むって頼むって頼むって、やめろ、ここでネギマも失っちまえば俺は一体誰を愛せばいいんだよ、誰を愛せばいいのさ、待ってくれよ、ちょっと待って、
俺は誰を愛したらいいんだよ。ちょっと待ってよ。だから翼で打ち、おお、おナイス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 、やけどありがって、これは耐久すれば勝てるぞ。耐久さえすれば勝てるわ。あ、耐久耐久すれば勝てる。耐久や、耐えろ耐えろ耐えろ、すごい。オッケーオッケーオッケー、これで一撃死ぬのか、一撃死ぬかどうかわからないけど、一撃死ぬかどうかわからない。でも翼で撃つ、翼で撃つをするんだったら俺はここで鳴き声をしとくきゃいいんだか。いや死ぬか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 、死ぬ可能性もあるな。やめとこう。あとはあいつがヤクザで死ぬのを待つだけや。カツ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 カ、なんか翼で打つ弱くなった。なんで鳴き声しとく、鳴き声してみよう、鳴き声鳴き声して、それで攻撃が弱まった、攻撃を弱くして、攻撃を弱くしろ。いやべえ、なんでそんなの、危ない危ない危ない、危ないな。もう岩落としとか使うんじゃねえよバカ野郎。もう怖いんよ、もうやめろよ。はじめ社長行っちゃうの、行っちゃうの、はじめ社長言おうとしてやめて、本当にもうやめて。すごい、すごいね、すごいね、すごいね、すごい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 、やけど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 、こう捕まえることできるの、捕まえることできないが、捕まえることはないのか。泣き声、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 泣き声して、泣き声して。攻撃をやまらせて。すごい、やべ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 。オッケー、オッケー、あとは耐えきれ、あとは耐えるだけや、あとは耐えろ。ヌー8号の続きだけね、確かにウッパーの進化系だけ見たらいいんじゃない。うーん、岩落とし、おっと岩落とし効果抜群で、これだけしか食らわないってことは勝てるってことは勝てるぞ、勝てる勝てる勝てる、もう大丈夫や、いける、イントロチャージいけ、オッケー、いける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 、つぶせ打ってつぶせ打つ、もう大丈夫、勝てる、勝ったぞ、勝った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 、あれい、全然勝ってないないかい。マジ、なになに、何何何してんの、何してんの、なに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 、なに何かを食べ始めた、は、なになに、主にたどり着いたな。いや、え水中引きつけてくれたかつ、世の中安全な心なんで、秘伝の食事パワーで強くなってるみたいな。ちょっと待って待って、強くなるのやめてくれ、やめろやめろ、強くなった、に第2回戦、第2回戦、嘘やろ、無理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 ですよ、待ってくださいよ、ちょっと待って、勝てるわけないだろバカ野郎、ちょっと待ってって、勝てんて勝てんて勝てんて、叫んじゃねえぞ、ほんとイチャモン、あーもうやめてよ、もうやめてよ、もうやめてよ、もうほんとに無理やって、勝てんて、あーもう頼む、ちょっとおー強い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 、うちょ、ナイス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 、地面に落ちた、もうとりあえずとりあえずとりあえず、泣き声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 、そうそうそう、耐えるしかない、ゲットできない、ゲットできない、岩落としがあいつがしてくる間に俺はとにかく耐えるしかない、耐えるんだ耐えるんだ、頼む耐えるんだ、頼む、お前は死なせたくない、もうお前や主人公、お前や主人公、ややこばお前なんだよ、お前が主人公なんだよ、主人公お前なんだよ、なんだよイチャモンって、イチャモンなんなんだよ、イチャモンつけられたらなんなんだよ、うん、いける、勝てる勝てるぞ、大丈夫やぞ、イントロチャージ行ってみよう、うわぁネギマが死んだ、もう
体誰が主人公なんだよ。一体誰が岩落としがあるんだろう。岩落としがあるの誰だったんだよ。一体誰が主人公だと言うんだ。勝ったけど負けたわ。勝ったけど負けたよ。いや勝ったけど負けたからな。嘘だろ、経験値少なくない？騒ぐ。強いな90って。つつくは35で強いのがあるからです。つつくいらねえや。ソーセージが最強だった。ゲットできなかったみたい。モンスターボール投げるんじゃなかったもん。ああ不意打ち、ああ不意打ちあるのね。砂かけ泥かけ一緒や。いやでも泥かけの方が強いのか。ああ待って、これはだ誰が主人公だ。あ地球組の様子が、地球組の様子がマリルになった。水タイプこれでゲット。水フェアリー。そして終わり。もういいか。待って、これは主人公を決めなきゃいけない。これは主人公を決めなきゃいけないぜ。これでもう危ないわ。落ちてこなくなるんじゃねえか。犠牲がでかい。あいつが食ってたヒデンスパイスがこの中にあるぞ。覗いてこないうちにちゃちゃっと操作し調査しようぜ。ちょ、みんなが愛着の湧く主人公ポケモンが必要なんだよ。いやー、ハニャーがし、もう一日目でハニャーがしのとは思わなかったな。何？これ何？何なの？これヒデンスパイスだ。本で見たまんま。それじゃあヒデンスパイス、ヒデンニガスパイスなんじゃそりゃ。やったスイッチのおかげだぜ。本によると、秘伝苦いスパイスは血行促進、血の巡りを良くする。体をここから温めて免疫力アップとのことだ。何？早く食わせてやりたいな。誰に？腕に余裕くて料理してやるぜ。料理をしたらどうなるの？おー、ずりゃおやーって。お待ちどうさん、スパイスたっぷり、ペパーサンドイッチ完成。あ、おう。あ、こういう時もバッチくれるのね。何じゃこりゃ。大空主クリア、レジェンドルート。腹減ったー、マジで腹減った。あぎゃげ、こいつなんだ、自分で出てきたのか。サンドウィッチが欲しいと。すんすん、おい、お前ではないぞ。ルルルル、未来でサンドウィッチをあげます。はい。あー、せっかくつくのあげちまってさ。嫌いなの、あいつのこと。ミライドのこと嫌いなの。もうスイッチの分ないからな。悲しい。あー、分かった分かった。作ってくれる。あー、ありがとう。もう食い終わったのかよ。いやー、なにパープな。あー、なるほどね、そういう感じ。スパイスの力ってすげえ、科学の力ってすげえみたいな感じで言わないで。こんなにも効果があるのはきっと、きっと宝探しに役立つと思う。なんかそんな感じがするね。よっしゃ、秘伝サンド食って腹いっぱい後片付けでもするか。お前はいいって主で疲れてるだろ。残り4つの秘伝スパイス、じゃこれで秘伝スパイスを言って秘伝技が覚えられるということなのね。そういうことなのね。さあ皆さん、主人公を決めましょう。本当にありがとうな。何？もういいぞ。何が？なんか物す出てこい。何出てこい。
何なのよ。何が出てきたんや一体。ロトロトロト。ハロースイッチ、こちらフトゥー。未来ドンが本体の力を一つ取りました。なるほどね、こういう感じなんね。マップを隠し、君たち自身に持ってきた発見したのも、高知を捨てられた場所を君に探索するのもいいだろう。さまざまな経験に君たちを大きく成長させたはずだ。よし、オッケー。さあ、どこまで進めようかな。終わるタイミングが見つからないぜ。さあどうしよう、主人公が決まらない。皆さん、主人公が必要です。ネギマエビ、いや、ネギマ死んだよ。そう、ネギマ死んだんだよ。ネギマ死んだんだよ。ネギマが死んだんだよ。もうあかん、これはまずい。仮面ライダー、ちょっとこの主人公を決めるたびにかな。これはいいんだけど、ちょっとどうしようか。この先は次行くの結局こっちってことはさ、どこ、ここ、ここなの。遠いな。ここじゃなかったわけでしょ、ジムが。こっちか。じゃあ主か、ここは。あー、どこジム、あとはここ、ここ。チャンピオンロード？あ、チャンピオンロードは違うか、そういうことか。パルディアの大穴って気になるな、これは。どうしよう。まあでも多分こっちなんだろうな。先こっち行く？スターダストストリート。あ、こっちはあれか。あ、ジムじゃねえのか。草タイプのジムなの次は。じゃあここなの。そういう感じ。左回りか右回りとかじゃねえんだ。そういう感じなの。じゃあここまで行く。なるほどな。でもとりあえず主人公を見つけよう。とりあえずニャオハが死んじまった。ニャハニャーも死んじまったからな。さあどうするか。この中に主人公となるものはいる？います？フレンドリーショップ。傷薬も大量にいるからな。で、これも10個ぐらいいるか。5個あったら十分かな。まあいいか、これで。よし、ヌー7がちょっと新作にポケモンに持ってくることができたら、そいつが主人公だよね、もう。ポケモン SV加工作からの、どうしたら、なんて言ったらいいんだろう。なんて調べたらいいと思う？ポケモン SV、ポケホーム？ポケホームの連携はいつから？まだじゃないってこと？ポケホームを使って関する情報確認できるな。無理っぽいな。2000来年なんだ。じゃあ来れないじゃん。地球グミなの？地球グミ、ソーセージ、地球グミなの？エスパー、ゴーストドッグ、水フェアリー、電気飛行人。そう、マジでつらい。地球グミは果たしてこう いいの？地球グミで。
どっち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 、この裏か、ここか。地球グミの方が長いとも長いとも、いや主人公格はやっぱりね、ちょっと見つけよう、主人公を見つけよう、主人公を見つけるしかねえ。これ何、これこれ何だろう。あ、とりあえず決め、あれ場所、目的地はここか。めっちゃおるめっちゃおる、ここに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 、あ、ここからおる、ここからおるよ、ここからがいる、これはいるよ。レベルは10かよ、レベル10かよ。縛りやってないよ、やってるよ、縛りだらけだよ。仲間をもう次々と失ってますよ。もうだって御三家いないもん、もう御三家いません。さあここから、ここからコリンク、こいつらは主人公格になり得るでしょう。よーし、じゃあここから名前決めましょう。ここからコリンク、こいつらが主人公格になりうる存在やと思う。さあここから名前を決めましょう。さあ何にする何にする何にする、ここからの名前は何にする、ここからの名前 A は何にする、ここからの名前何にしましょう。なんで初回からそんなにプレイ、これ別にいいじゃん。ガチガラベクッシュ、待て、主人公にふさわしい名前にする。いけやめろー、ケンタッキー鶏ガラ、いやーだって主人公にふさわしい名前や。もうこれからも第2章、もうここから第2章よ、しもうここからが本番、ここからが本番や。豆粒団子、なんかこうすっごくこうバチってくるようないい感じの名前。ここからがもう本当に本当の旅、ガチの旅。うん、唐揚げ不死鳥、ここからが本番、そうここからが本番。鳥、カラス丸、カラス丸、鳥丸どっちって書いてる、鳥丸って書いてある。48、ここから、ここからピカチュウ、いやー、鳥丸チュンチュン、主人公にさし名前もガチッとバチッと決めよう。ここからもう、ここから主人公になるんだお前は。ディアルがディアルが、待って、ここからと今コリンクいるから、そいつを主人公に仕立て上げるってことにするから、ここから、ここからとそのコリンクをダブル主人公とするから、なんかこうない、2人揃って何々と何々、そんな感じでいきたいんよ。2人揃って何々何々でいきたいんよね。鋼鳥乗り物白鳥、なんかこうない、なんかない、何々と何々、こう風神大臣、プリキュア、プリキュア、プリキュアだったら何になる、プリキュア2人や、プリキュアって何と何やったっけ、ブラックホワイト、唐揚げとレモンサワー、あ、いいじゃん、あ、いいじゃん、唐揚げはここからでいいし、レモンサワーはね、コリンクにちょっと合ってるし、それでいこうよ。じゃあ合ってる合ってる、唐揚げとレモンサワーいいじゃん、だったら行こう、ここからが本番や。唐揚げとレモン、レモンサワーいっぱいおるぞ、レモンサワー候補がいっぱいおるぞ。どのレモンサワーにする、どのレモンサワーにしようか、たくさんいるな、レモンサワーたくさんいるぜ。お前だ、
でもレベル10っていうのは弱えな。レベル10っていうのがちょっと弱いけど、まあまあこの辺りのポケモンに戦って、うん、よし、じゃあお前がレモンサワーだ。よし、ここからがもう本当に本番、本番、本番や。おい、レベル10、レベル10、レベル10、レベル20。こいつ電気やったっけ？電気ないか。こいつか、電気あるの、こいつか。今強いのは、あ、こいつ砂肝ちょっと交換しとこう。ふぅ。なんだ、あ、あれはあれか。どうしよう、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 どうしよう。ピピ人形、こいつらレベルアップしなきゃいけねえな、とりあえず。レベル10、10やけんね。でもこの唐揚げとレモンサワーが、これから俺の配信を担う主人公にしよう。お前らを育てる。俺はお前らを育てるぞ。で、待って。ボックス見て。これ墓場でしょ。砂肝墓場に置くな。砂肝墓場に置くな。ってことは、まずあと1体。トリプル主人公でもいいよ。トリプル主人公でもよくないか。学生のミホが勝負しかけてきた。まあ大して強くないだけど。腹減った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 。差しかます。めっちゃ腹減った。もうよし、カマス城強いの？マジウケるねって。カスライブ動画をシェアしました。なんか気になる名前だな。あと何が、電気、水、あ、炎いないのか。あ、炎いるっけ。あ、いないか。いや、死んだもんな。炎がいるな。あとはこいつらをぶっ倒すってのもいいけれど、しばいとこうか。とにかく、ニャオファー選ん…あ、違う、何しょ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 、無事を。あ、どうしよう。とりあえず炎が欲しいな。御三家はもう死んだ。御三家はもう死んだ。御三家はもういない。死んだ。おれ、勝て。行け。行け。経験値を稼ぎまくれ。どっちの方がいいんだろう。あれ、いなくなった。いた。あれ、また光ってるな。なんか洞窟あるな、あそこに。下があるの、下の。なんだこれ。ボールタウンは洞窟を抜けた先。ルービックはな、てか経験値すっくねー。幕の下の汗。なかっとこう。ピカピカでキラキラなんだ。バックパッカー、またバックパッカーや。めっくるー。あかん、腹減ったな。マジで腹減ったー。しっぺ返ししかねえじゃねえか。腹減った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 。
どこまで進めたらいいかが全然わからない。もうなんかいいタイミングでやめれねえな。ほぼ9ポケしかいない確かに新ポケモン入れるか。見たことない新ポケモン入れるか。光っとるな。テラスタルじゃん。テラスタルしてるやつがおるやん。プリンじゃん。プリンだからどうしたらいい。よし、でいこう。全クリしたら死ぬ。俺編集もせないかんのに。動画編集で地道にね進めていきたいっていうのもあるのに、進みすぎたら俺が動画編集のやる気がなくなっちゃうんだよな。テラスタール、フェアリーってことでいい？飛び跳ねるしかないじゃん。よいしょ。水の波動、プリン水の波動すんの？なんで？なんでプリンなのに水の波動してくんの？意味がわかんない。ジャンボイス。あ、水な、な、なんなんこいつ。どういうこと？まあ、あとバブルコースで死ぬか。全然食らわん。ビビるほど食らわんかった。なんだ水プリンって意味がわかんねえ。まあ、別にプリン捕まえてもしょうがないしな。オッケー、レベルが上がってくる。噛みつく大事、噛みつく大事、噛みつくは大事よ。にらみつくでいらない。テリリリン、乱れずき。さあもう5時やけんね、そろそろ終わってもいいところやけど、どこまで行けばいいのかがわからない。あ、プリン名前つけるつもりはない。どうしよう。ああ、うーん、主人公が欲しい。ああ、もうここから。水鉄砲で死ぬでしょ。もう寝る、もう寝るよね。俺は動画編集もあるから、これからもうそろそろ編集するために。なんねん、もうなんねん、お前なんやねん、お前もうなんだよ、お前なんだよ、パンも寝ます、さよなら。あとのままもいいね、確かにね。もうそろそろ俺も終わるわ。主人公2体でいいか、とりあえず。どこまで行けばいいのかわかんない。あっちか、あっち？本当に？ある道？道ある？こっち？道ないよ。道ないです。道がない。道がないよ。山登りかどうにかしてしてるって感じか。とりあえず強くなりすぎてください。キューポケに頼るな。別に頼ってるわけじゃないんだけどね。ポケモン交換してますか？してません。あ、なになに？用水地にこの岩のどっかにやばか、岩壁の主が、また主か。もう主はね、もう5時やん。そうなんよ、もう5時なんよね。強い僕と勝負、本当はだめ、強いんやで、言うたな。強い毒をポケモン持たせたら、強い僕と勝負しようか、そっけい。ビジネスマンのヒロハ。ウリーン。マジで腹減った。え、割と強かった。割と強いじゃん、こいつ。どうした、どうした。
なになに、突然強い、しっかり17って突然17になっちゃった、なになに。あ、雨だから、あ、今回これこの雨は関係あるの、この雨は関係あるのかな、ちゃんとバブ光線、オッケー、よしよし、じゃれつく。お、S、フェアリーガス大事、フェアリーガス大事よ。甘えるはいらねえか。オッケー。メークル、メークルってなんだっけ、わかんないけど、とりあえず草タイプっぽいな。とりあえず草タイプっぽいから、あ、ダメだ、こいつじゃダメだ。おかしいけど。エビピラフ、メークル、わかんないんだよな、5世代以降のポケモンがよくわかんないっていうのがね、結構ね、食べ残しをお見通ししたら何なのよ、お見通ししたから何なのよ。再起光線、エビピラフ再起光線、あー尻尾振る。別に交換はいいけど、交換いいのって、あ、あの相手が入れ替えるタイミングで入れ替えるのは大丈夫。あのこの配信の何縛りの正確な正確な何、おお危ないな、もう危ないな、もう次で死ぬ、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 次で死ぬか、大丈夫、次で死ぬ、大丈夫ね、大丈夫ね、次で死ぬよね、ここで死ぬよね、大丈夫ね、オッケー。敵前逃亡が極刑っていうルールだからね。ふう。敵前逃亡が極刑というルールなんで一応。うわ、来た！早くね？え、もうマニルに進化すんの？ポケモンと敵対してなかったら大丈夫ということ。一度でも敵対したらもう逃げちゃダメだけどね。来た、もうマリウリになるんだ、早いね。オッケー、だから地球組もしかしたらこれ今後主人公格というかもうね、しっかり強いねやつになるかもしれない。あー、やだやだやだ、あ、これ後ろとか前とか関係ねえんだ。が今回現在これだけれど、いけるのかいけるのか、果たしていけるのか。特性は何だろう、特性は力持ち、物理攻撃の威力が2倍強くね物理攻撃2倍って強くないか。お見通し、浮遊、闘争心、あり地獄、鋭いね。ゴクリンとかいる、ゴクリンいるか、あ、もう邪魔ちん、うん、ここに来たら突然12になるのか。威嚇強いね、威嚇じゃない、めちゃ威嚇じゃない威嚇じゃなくて、なんだこっちのコリングの方が実は強いとかある。なんだあれ、炎技、炎っぽいやつがいるな、炎っぽい犬がいるけど、脅しし、あ、ルクシオもいるじゃん、待って、ルクシオいるんだけど、レモンサワーを育てる前に普通にあいつでいいんじゃねえ、あいつレモンサワーでいいんじゃねえかこいつでルクシオいるし、こいつをレモンサワーにしたらいいんじゃねえって思ったりするけど、同じポケモン使っちゃいけないって言うけど、別に進化系は関係ないからな。レベル何本 ?18 いいじゃん、えい、こいつでいいじゃん、こいつのレモンサワーにしよう、 OK、 こいつをレモンサワーにしたらいいじゃない、
わざわざあいつらやらなくてよかった。鋼ドラゴン、鋼ドラゴンはまあ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 、いずれ鋼はね手に入るわけだから。手持ち肉ワンイールと OK。 よーし、もう時間も時間だから閲覧人数も下がってきたしね。威嚇だ、まあ威嚇やわな、そら威嚇やわな。ザングースおるて、ザングースとかおるやん。キノガッサ、キノガッサ、でもキノココやけど、まだキノココだけど。こいつは墓場じゃねえ、不要ボックスや、未使用ボックスに行こう。砂肝、砂肝は、あれ砂肝生きてた、そう砂肝は電気で生きてて、草いねえな俺。エスパー、水、ゴースト、電気、地面、気候、電気なんか微妙だな。草いらない、うん、やっぱ炎の方が使う気がするね。ダイパやないけど、確かにダイパやけどさ、大場になってるかもしれないけどですね。主人公になりうるようなやつがいるかな。なんだこれ、あ、これもあれか、コリンクだ、コリンクのテラスタルだ。瞑想、もしかしてこいつの方が強いかもしれん。でももう関係ないか、もうダメだ、そうだダメだ、もう一回コリンクは捕まえちゃったからもうダメなんだよ、使っちゃダメなんだよ、ルール上ダメなんだよ。2匹同じポケモンを捕まえて使うっていうのはルールではご法度だからな。再起光線、こういうの強いな。テラスタルを捕まえるって大事だな、これ。テラスタルを捕まえるの大事だな。ってことは残り1匹はちょっとテラスタルポケモンにしよう。羽根っこ、羽根っこ、羽根っこ、あとあれなんだっけ、わたっこじゃねえ、なんだっけ、わたっこじゃなくてなんだっけ、わたっこと次なんだっけ、あれ、え、羽根っこの次なんだっけ、ぬしさん、なんですか。ヤングースの進化系みたいなやつがいるな。ポポッコか、ポポッコか、羽根っこ、ポポッコ、わたっこ、通り直し、脅しし、やっぱテラスタルやな、次捕まえるやつはテラスタルや、そうしよう。危ねえく、あれテラスタルか、テラスタルおるやん、でも戻ってくる超大変だな、あれいけるか、じゃーん、パッパッパラッパッパラッパッパッパー、カニがいる、カニいる、これはだるいし、こいつなんや、ノコッチ、ノコッチ、あれ消えたー、消えたー、ノコッチ消えたー、消えたんですけど、あれこれどっから上がる、あ、ここか、最悪、消えたー、せっかく落ちてきたのに消えたー。テラビースイは安倍総理の集まり動画無断転載されてます、誰、どこの誰に無断転載されてるの、あ、ガーディ、ガーディがいる、でもガーディのテラスタルがいいな、テラスタルがいいな、
あーガーディは確かにちょっと主人公格になりうるなりうるなりうる。でもテラスタルがいい、いやでもいやあいつがいい、ガーディがいい。音源開いてください。ちょっと待ってね、ちょっとやっぱガーディいる、ガーディが欲しい、お前が主人公だ。音源ね、音源開いて無断転載で、音源開いてもこれ無断転載見つける見つけれる、これどんな下にいたのか。本当だ、本当や、なんか使われとるわ。えいよーし、あ、なんでなんで、ガーディくれよ、ガーディくれよ。うおー、効果抜群なのね、効果抜群なのね。ビッキーラフ、別にワンチャン死んでもまあいいかもしれない。あ、やばい、死んだ、死んだ、死んだ、アビフィラ死んだ、死ななかった。ボボル、いけ、よし、じゃあこいつを主人公にしよう。よし、ガーディの名前決めます。ガーディの名前を決めます。トリプル主人公や。てかもう普通に昔のポケモンばっかり使ってるな、ほんと。てか昔のポケモンが何進化するのか分かってるっていうのがあるけどね。よーし、じゃあガーディの名前、こいつを主人公、唐揚げとレモンサワーやから、さっき唐揚げレモンサワー何する。あーシグナルビームちゃんといた。自責で選ぶな。少年じゃん。唐揚げレモンサワー、あとは唐揚げとレモンサワーがいるから、それにあってアヒージョ、アヒージョ、唐揚げレモンサワー、アヒージョ、アヒージョは生ビール、うん、枝豆、枝豆なんか合わないな、パセリ、生ビール、唐揚げにレモンサワーでポテトフライ、エビマヨとかどう。エビマヨ、え、でもエビマヨ主人公っぽい名前じゃないからな。唐揚げレモンサワーっていうセットがすごくいいんだよな。唐辛子、いや、なんかこう、なんかこう主人公ガーディを大切に大切に扱いたいから、もうなんかこうないかな。すごくいい名前。タルタルソースは入らないな。エビフライ、ポテトフライ、ビーフライ、まあ別に俺無断転載されたところで別に気にはしないんだけれど、焼きそば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 、オムライス、犬、なんか焼きそば関連で、焼きそば関連って、お好み焼き、チキンライス、チキンライス、お好み焼き、オムライス、どうしようかな。主人公にふさわしい名前がいいんだよな。主人公らしい名前、それがこのチヂミ。主人公、主人公、主人公、主人公。ふさわしい、いや主人公、ピザ、ピザな、サトシ、ピカチュウ、愛着が湧く名前よ、その愛着な、みんなから、この視聴者からこいつは死なないでほしいっていう、その愛着のある名前が欲しいんだよね。ステーキ、じゃあご飯、ご飯、焼きうどん、焼きうどん、焼きうどん、
この中で誰がやるんで、エビフラフ、エビピラフちょっと待機わからんわ、わからんかもね。でもこれはちょっとわからんかもしれん。焼きうどん、焼きうどん大事にするぜ。で現在は地球組、野球ってか地球組長いな、なんだから。そっか、地球組って最初のまだ最初のあの学園に入る前から地球組いるから、地球組も大事だな。よいしょ、アイテムがサクッと手に入るのがいいね。お、こんなところ見つけにくいな、凍える風。もうちょっと、もうちょっとかな。着いた。草タイプの事務船に行く前に炎タイプ手に入ってよかったね。いい技を覚えるの遅い、しょうがない。着いた。焼きうどんは強さは火炎車あるじゃん火炎車、思い出す、嘘だろ、思い出せんの思い出せんの、思い出せるんですか、アクアテール思い出せるんですか、マジ。じゃあ水鉄砲いらねえよ、マジか、思い出せるんや、いらない、いらない、ないか。もう購入してるのはダウンロード版だからダウンロード版なんで早いよ。いやーじゃあこれでいっかな。ボックスは砂肝とエビピラフでしょ、強さ見る。ここから思い出せ、ここから思い出すことはできないのか。てか技マシンはどうなんだろう今。技マシン何がある？飛びつく。スピードスター、凍える風。凍える風あった方がいいんじゃない？氷技覚えるんならちょっと凍える風あった方がいいよ。あ、で待って、こいつです。あれだなぁ。こいつの方がいいな。あんまり弱いから、弱いからな、今こいつ。恨みいらね。いや、弱くても弱くても、とりあえずあの、ゴースが特に他に使える技がないから、今、それだけでも覚えとくのは大事。よし。じゃあ、今日はこの辺りにしようか。じゃあ今日の配信はこの辺りにしよう。草タイプのジムリーダーは明日倒そう。別にそんな急いでるわけじゃない。あまりにも急ぎすぎたら長く長くこうしっかり動画作りとか編集とかできないからね。うん、よーし、じゃあ今日はこの辺りで終わりましょうか。だけど私はこれから TikTok の動画作成と YouTube 用の編集版と無編集版と、まあたくさんやることがたまりまくっているので、その方をやっていきたいと思います。それではまた皆さん明日お会いしましょう。バイバーイ。